2125行から26行がどうして、こういう訳になるのかということをお話ししたいと思います。けだし、まあ、これはいいですね。思うにとか、さてとか、理はその一を一一にする。これはこのことですよね。その理を一一にする。だからこの理というのはこの線のことですね。理はその一を一一にし、傍石無求ゆえに一世の二具。これが読める人がまずいないと思うんです。異具と異具です。だから一つ二つあるからね。異性の二具と書いたんだけど、書いてるんだけど、他のところでは異具、異具と書いています。愛、陰、運、数、陰的運動と陽的運動する。万物核のごとく上々たり、故に天地一大円仏。でこれは排反性の原理は全一全体を二つに分ける。どこを見てもそうですね。一全体を二つに分ける。どこからでも分けられます。その分割の作用には終わりがない。終わりがない。だからなすこととなることは相互補完的関係にある。この異性の二具は愛陰運数というのは、以前使ったブーメランおじさんを例にすると定着してますね。一瞬一瞬、これが正具です。でこの一瞬から次の一瞬に移行しますよね。運動している、これが異具です。ですから全体が動作しているから、全体が異具、なすことを備える。全体が定着しているから、その全体が正具。だから異性の二具。でこの様態を情ともいい、この一瞬一瞬のこの姿を棒とも言ったんですね。でだから当たり前のことを言ってるんだけれども、非常に難しい、難しいんですよ。ただまあ異性の二具と書かれたら通常わからないですね。どこだったかな、どこまで行ったんだって、ここですね。ここです。ずっとここを来て、異性の二具はというのが、その読み言語という本の読み方なんですけどね。異性の二具とあったら異具、性具をこんな風に書いたんですよ。で梅園という人はこの異具、性具というふうにこの同じ文字を二度使うということを非常に嫌った人なんです。これ自筆を読んだら分かります。それで異性の二具としている。因が定着作用と運がその次に進む作用。だからやっぱり芭蕉の古池や川津飛び込む水の音なんですよね。その動作がずっと連続しているのが運の作用で、性じゃない、意の作用で、それがずっと定着して元に戻っていくでしょう。それが因の作用で、なる作用、これの連続がこの自然界全体を包んでいますよということですね。それを言ってるのがこの文なんです。ではこれで終わります。